運動が気持ちがすっきりするっていうことを初めて体感できて、これもまたちょっと別人ですね。体重で言うと20キロぐらい落として、おー52です。まあ、20代の時くらいに今体重に戻ってるんですけど、皆さんこんにちは、時脇まいなです。ということで本日は視聴者さんとタクトレの魅力を語り合おうスペシャル第3弾大好評企画。はい、ということで第1弾第2弾とね動画を作ってきたんですけども、皆様コメントありがとうございます、大好評。ということで今回もダイエットに成功した視聴者さんと実際につながっていろいろ根掘り葉掘り聞いていこうと思います。それではスタート。ゆうこと申します。まりなさんのタクトレの動画を始めて1年半から2年近くになるんですけど、うん、少しずつですけど、あの体型も変わってきたし、自分の気持ちも変わってきて、もう本当にやっててよかったなって、運動が気持ちがすっきりするっていうことを初めて体感できて、もう本当によかったなって感じてます。一番最初は何がきっかけで知ってくれたんですか、私たちを。ハンドクラップっていう動画で、あのハンドクラップが流行ってるよって聞いて、でそれで YouTube で探して、うん、それでマリナさんの動画に出会って、なるほど、で一番最初やりました。あ、そうなんですね。その後どうタクトレを続けてったんですか。その時はそんな運動をちゃんとしていこうって思っていなくて、ちょっと体も硬かったりしたので、他のタクトレの動画出してる人とか、うん、あのいろんな人の動画見ながらストレッチから入っていって、なるほど、うん、なんか体が軽くなるなと思ってストレッチやると、体重のこの2年間の経過のデータ送ってくださってるんですけど、すごいですね。もう綺麗しっかり落ちて、その後ね少し上がったりもしてますけど、また戻してしっかりキープされてていや運動の動画とかもいろいろ始めるようになって、だけど体重が全然変わらなくて、なんでだろうっていう思って、毎月あの月初に子供に写真を、全身写真を撮ってもらってて、ああそうなんですねだけど全然変わってないのが本当に悔しくって、その時はあの運動はやってたけど食事は変えてなくて、食べるの大好きなので、もう3食しっかり食べてたんですけど、食べるものを変えてみようかなと思って、でちょっと糖質を気にして、はいはい、少なめに、うんうんうん、あもう一気に一気に痩せました。あ、落ちました。そうだったんですね。すごい。だってこれ最初の角も5、6キロいってますもんね。そうなんです。なんか1ヶ月半かぐらいで、うん、すごい。だからあっという間にスルスルスルって感じですよね。ダイエットってこれ本格的にされるのってこれが初めてでした。実はあのジムにも通ってたし、うんうん、パーソナルもやってたし、あとランニングに行ったりとか、はいはいはい、ずっと続けてたわけじゃなくて、うん、その自分 の, あのやりたい時に、うん、短期間だけやってたんですけど、なかなか続けれなくて、でまた体重は元に戻るみたいなのをずっともう繰り返してました。え、じゃあそれがタクトレと食事でこんなに落ちたらめちゃくちゃ嬉しいですね。体を横から見た時の写真もいただいてるんですけどこれもまたちょっと別人ですねすごい。これがその体重が、まあ、マックスだった時から今までのっていうことですよね。そうです。すごーい。好きな時間に、まあ、家の中で誰も見てないし、なんかやりたい時間だけやれるっていうのが、うん、もう私には本当にぴったりで、あーお子さんもねいらっしゃるってことであれば、そっちとのね兼ね合いでお時間も作りにくかったりしますよね。いろいろ結構夕方忙しいし、今日やろうって思って一日過ごして仕事して帰ってきても、やる前にはもうぐったりになっちゃってて、そうだけどなんかやらないとすごい罪悪感が残る気もしてて、だからとりあえず面倒くさいなって思った時はヨガマットでやってるんですけど、そのマットだけを引いてその上でゴロンってしてみるみたいな。あ、もうそれでいいの、うん、もう完璧、もう100点マット引いて寝っ転がるまですると、ちょっとやりたくなりません？3分だけでもやってみようかなって、それがなんかじゃあもう1個やってみようかなみたいな自分がやる状態になるまでの一歩ですよね、どっちかっていうと
なんか寝転んで動画見てれば、ああなんかマリナさんも頑張ってるし私もやろうかなみたいな、その応援のあの、うん、コメントが動画中にね流れる、はい、あのなんか1ミリでも動けたらすごいみたいな言葉とか、すごい励まされてそういうのに、うん、なんかそういう、うん、気持ちでなんかやってます。運動がこんなに楽しいんだなって初めて、うん、人生で初めて知ることが、嬉しい。なんかお気に入りの動画とかありますか？19分の、あ地獄ですね、ダンスの、はい、途中でキックとか入ったりパンチもあるし、なんかそうやってまとまってるのも好きだし、スクワット300回も大好きだし、あースパイクっていう二の腕だけとかも、もうめちゃくちゃ好きです。時間があればその各部位だけでずっと、うんって言ってもいいんですけど、今日は30分ぐらいしかないなとか、そういう時はまとまった動画でやるのが好きですね。その後ちょっともうちょっと腹筋やっときたいとか、うん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 、ある時はもう追加でその好きな腹筋の動画たりとか、ラーメンのほうれん草増しみたいな、なんか分かるけどこの体の変化を見てすごいあのやる気出る人多いと思います。バッターありがとうございます、初めまして、かおりです。マリネスは、2年半、はい、半までいかないかな、ぐらい、毎日、今やってます、うん。運動すっごい嫌いで、はいはいはい。やらない、大嫌い、ストレッチすらやりたくないっていうのだったんですけど、マリちゃんのここを見て、それなら頑張れるって続いて、今に至ります。ありがとうございます。すごいたくさんのマリネスグッズでも、ビフォーアフターの写真すごいですね。どのくらいの期間でこれこんなに変わったんですか？Oh my god、 すごい、ちゃんと同じ水着で撮ってくださってて、同じ場所で撮ってくださってるからもうめちゃくちゃ分かりやすい体重で言うと20キロぐらい落として、でサイズだと XL が着れないぐらいだったんですよ。 S です。S! すごい、そのズボンとか。いや、そうですよね。すごい、これは。この2年間は何を中心にやったんですか？最初は、有酸素のダンスから始まって。はい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 。筋トレは全然最初やっぱりできなくて。うんうんうん、運動も大嫌いだったし、うん、できなかったけど、ちょっとずつやってみたら、できるところが増えてきて。ああ、なるほど。楽しい。ちょっと私、筋トレもできるかも。みたいな感じで、うん、マリちゃんのサンプル腹筋とかそういうのをやり始めて、ちょっとずつ筋トレに持っていった感じでした。有酸素ってやっぱ入りやすかったですか最初？そうですね、あのマリちゃん の痩せるダンスっていろんな要素が入ってるじゃないですか、うん、うん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 、パンチだったり、うん、最後のスクワットとか、そのちょっとだけの時間頑張ればできるっていう感じで、うん、最初から全部もうこれしかやらないとかっていうよりは、うん、こっちやったりこっちもやったりっていうのですごくやりやすかったです、うん、ちょっとずつの動きが入ってる幕の内弁当みたいな、なんか。あ、そうです顔ママってママっていうことは母ちゃんなんですよね。4人の母ちゃんです。あー、4人、もう大母ちゃんじゃないですか。え、何歳なんですか？一番上は6年生の男の子で、あ、一番下が4年生の子で、1年生の女の子と今幼稚園年中の女の子の4人です。4人も育ち盛りの子育てしながらよく運動する時間取れましたね。下の子も YouTube 見させつつマリネスしつつみたいな。3番目が学校に行き始めてから仕事を始めたので、あとは午後から行く仕事をその時していて、子供みんな送り出してからマリネスして、でパッと行く、踏んでもいい、顔だけでもいい、ストレッチでもいいって決めて、それで毎日何かしらやるようにしてました、今まで。すごい生活だ。腐ってきたのが、うん、楽しいことは続けられるのが。あー。そうか、そうだ、楽しいのは続くんだって。うん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 。私がマリネスだったら続けられる。っていう風に思いました。20キロって言うと相当大きな変化じゃないですか。運動以外に何か気をつけたこととかありました？マリちゃんを知ったことで、うん、他のダイエット動画の方たちに見たりとか、そこからこうもうちょっと筋トレのもっと深いところもそうだし、お食事のもっと深いところもそうだし、興味を持って調べ始めたっていうこともあります。きっかけになれたってこと
そうですか。そうです。ああ、嬉しい。あ、もう本当に、もうだって他の動画だったら切ってやってられないわ。でもマリネスでそこまでの体力をつけていったから、この動画も頑張れるし、ダンベルとかも最近買い足して。あ、そうなんですか。それはそれはもうガチ勢になってきてますね。どん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 。エリッチンと申します。アクトレはもう1年半ぐらいやってるんですけれども、最初美バディから始めてたんですけど、そうなんですね。その時物足りなくなったんで、どんどんこう YouTube で自分で検索していって、今本当にすごく感謝をしてます。私も最初はなかなか痩せなかったんですけど、まず良かったなと思ったのが、腕とか上がらなかったのが上がるようにまずなってきたっていうのが、まず最初体重より先に現れてきたんですね。で、それから徐々に体重も減ってって大脚も治ったし、そういう体重だけじゃない、すごい別のところも今よく出てきたので、それがすごく満足しているので、これからも続けたいなって思ってます。まあ、ビバディで知ってくださって、で YouTube はどのくらい前にされたんでしたっけ。去年の4月ぐらいですかね。本格的に本当 YouTube 見てガンガンやりだしたのは。もともと運動は結構お好きだったんですか。いや、運動系の部活には入ってたんですけど、なかなかのジョギングとかも続かなくて、やったりやらなかったりっていうので、まあ、年齢とともにコロナもあったし、気づいたらちょっとやばい体重に、なりつつあって、これはと思って、はい、お友達がこういうのあるよって紹介してくださって、じゃあ、まあ、コロナで通勤時間もなくなったし、やろうかなって一念発起して、週まあ5とかそんな感じでやりだしたのが4月ぐらい。ビフォーアップすごいですね。お腹とか綺麗にくびれてるし、縦線も出てるじゃないですか。失礼じゃなかったらあれなんですけど、ちなみに今レベルおいくつなんですか。52です。あー、すごくないですか。レベル52、体重もこれ10キロくらい変わってますよね。あ、まあ本当まるっと10キロですね。本当にすごくないですか。それを半年間でですよね。体重もあんまり落とさなくていいやと思って、部分的なこうやつを今すごいやってます。あとプロテインとかもやっぱりすごく取るようになる。あの食事もやっぱり取るんですよ。何が一番お気に入りでした、動画では。まあ今でも続けてるの、わしの手とかやるやつは鷹の手でした。ああ、あのこれですね。あれは絶対朝とかやって、最初はなんかストレッチを甘く見てたんです私。とりあえず腹筋とかやればいいや、だけどやっぱりストレッチって途中に重要だなと思って、最初と最後にすごくそういうのをやるようにしてから、またなんか変わったかなって気がしてます。いや、超大事なことにお気づき。カエル足ハイキングがなかなかやっぱできなかったんだとかね。カエル足。足を痩せたかったので、でそれもやっぱ毎日やってると、やっぱ上がるように、ハイキングができるようになった時は本当に嬉しくて、習慣になってくると楽しくなります、本当に。で、朝やるのがやっぱり気持ちいいなっていうのはあります。運動経験がそんなにない中、どうやってこうタクトレを習慣にしたんですか。もう私時間で決めちゃいましたかね、やっぱり。まあ、朝ごはんを食べる前に、無限にあるって思うと後回しにしちゃいますよね、時間があると。あ、じゃあもうこの時間来たらやろうとか、で最後の自分のストレッチは、じゃあ今度私あの動物動画が好きなのでパンダの動画見ながらじゃあストレッチしようとか、それめっちゃいい。それでリラックスしてプロテイン飲んで、あ、最高。あ、まあ土日はやっぱ家のこととかもすごいやんなきゃいけなかったりするんで、そこまでやっぱやらなくって、あと土日はもう本当に好きなものを食べてっていますかね。なるほど。はい、だから月曜日になったらじゃあ、土日結構食べちゃったからまたちょっとヒットやったりとか、ちょっと多めにやったりとかってことはしますけど。あ、そうですか。生活に取り入れられてますね。しっかり組み込まれてる感じがしました。そうです。自分でもこんなに、あの部活ですらちゃんとやってない。よくやってる。マリさんが前おっしゃったみたいに、あの写真を撮って、ちょっとこう変わるのが分かっていくなんておっしゃってたじゃないですか。やっぱそれやっぱモチベにやっぱなりますね。本当に本当自信になりました、この年でそこまでできるって、まあ、最初思ってなかったんですよ。首肩周りとかもやっぱ全然違いますね。すごいスッとして、まあ、20代の時くらいに今体重に戻ってるんですけど、すごい。その時よりか、なんか引き締まり具合は多分今の方があるんじゃないかなって、エリチンと同じくらいの年代の方々からしたら、
こんなにも結果出せるんだってすごいなんかモチベーションになってると思います。あれは本当、それはもう本当にあの声を大にして言いたいです、うん、腕が上がらないとかって私の周りもやっぱいるんですよ、うん、治ってくるし、うん、こうだけじゃない結果が結構ついてくるので無理しない程度に習慣できたら本当にいいんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、体型以外のところで変化って感じました。3月ぐらいにちょっと海辺の方に引っ越した海辺の町に、ほう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 、で今までそんなありえなかった水着を買って、あとロウリュとか、うん、あとこの間はサップをやったりとかして、そんなの絶対そのなんですけど、せっかくまあ海辺の近くに引っ越したので、うんうんうん、やろうかなっていう気持ちにすごくなりました。ブラボー。選択肢にきっとなかったんじゃないですか前は。あ、全然なかったです挑戦しようっていう気持ちになりました。だからまあもちろんこうラッシュガードとか着てるんですけど20年ぶりぐらいに買ったので、いや超素敵です。それはもうめちゃめちゃ理想これです。これがタクトレの魅力なんです。選択肢が増えるんです自分の好きな体になると世界が広がるんです。それをねエリチンと語り合えてすごく嬉しいです。いや、ちょっと嬉しい。説得力がすごい。はい、ということで皆さんすごい素敵だったし刺激しかないね。こんなにマリトモさんたちって画面の奥で頑張ってくれてるんだね。嬉しいな嬉しいな。皆さんからいただいたご意見とかね感想とかは全部今後のね動画に反映いたしますので引き続き見てください。で今回の動画で出てくれた視聴者さんのね体験談っていうのはね多分すごい参考になったと思いますので、よかったら皆さんもねあの真似できるところとかは真似してみてください。でこの動画ね結構大好評なのでまだまだ続けたいなーって思っちゃったりとかしてるので、よかったらねまだ見たいよーっていう人はねコメント欄やグッドボタンで教えてください。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。